大吉チルドレンか。そう、岡山の岡。高校卒業したら18歳。18歳、アマチュア成績何戦ぐらいやってんのかな、ね、この子で。全部入れて80戦以上。おお、岡山の岡最高ファイトとして、これから将来あるボクサーたちには、ね、ちょっとやってあげたいなと思いますよね。うん、名前はマンドコロ。マンドコロ。K ワールド3のジムで一番男前かも。うわ、イケメン、これ女の子のファンつくわ。マンちゃんや。超絶好戦的。クンクンファイター。実はこれ、2人試合してるんですよ。してるんや、花とまんちゃん。去年試合してるんです。どっちかた公式戦で。わ、今回サバイバルでもタイトルマッチが3つ入ってますよ。サバイバルでも日本タイトル2つと、WBO アジアパシフィックのタイトルマッチ1つと、3大タイトルですよ、サバイバルが。だいぶレベルが格段に上がってきましたね。工業もレベル上がりますか、選手が上がってくれないとダメなんだ。これを、ここでも、ここで次また福重出てくると、ヒロキング。おぉ、ヒロキングも懐かしい。もうヒロキングもだんだん懐かしくなってきたぞ、これ。ヒロキング、大丈夫か？ヒロキング。ヒロキングはでもよう頑張って、結果も多かったからな、これもな。まあ、しゃあない。でも、ちょっとこの前のベジータの試合は、ヒロキング、ちょっと引き出しが少なかったかな。うん、ベジーキングなんですか？ちょっと飲まれてました、ね。まあ、ベジータ選手、すごい頑張りましょう、ね。ヒロキング頑張ってゴジータになっとかなかったな無理やった、うん、ゴブのゴブちゃん勝ってるんか、そうか、勝ってるんか、勝ってますけど、ね、気が出てきたなんか、うん、でもこうサバイバルも今ほんまにもうね、皆さんのおかげでこう4月1日もすごい試合数でタイトルマッチも3つ入って、うん、全部で何試合、うん、やっぱ嬉しいですよね。こういう話でみんなこう最高ファイトに出場したいっていう思ってくれる選手たちが増えてるっていうのは、参加ジムもすごい増えましたもん ね、うん、ねすごいですよ。ジムの数もめちゃめちゃ多いですよ。これ14、15、16、うん、で、外国のタイって16だから、ジムまで行くと16ジムが出場するんですよ。すごいっすよ、今まで類を見ない形で、初じゃない、これは。まあ、でもこれがプラットフォームですよ。最高ファイトってプラットフォーム、自分が一番初めから言ってるんですけど、プラットフォームっていうのはそういうことですよね、うんうん、ジムが、まあ、全然当然興行って全国でやっていかないといけないと思うんですね。ボクシングの場合って成績を重ねていかないといけないから、有名やからとか、YouTuber とかすごい人気あるからとかで、いきなり世界タイトルマッチってできないじゃないですか、ボクシングは。やっぱまあ、どんな人でもまず4回戦からスタートじゃないですか。そうですね。うん、ボクシングってそれは競技性がしっかりで、もう、こう保たれて、昔からこうある、歴史あるスポーツっていうところもあって、だから全国各地で興行っていうのは、当然行わないといけないですよね。その中で、プラットフォームっていうふうにして、まあでもできる回数も限られてるんで。うん、だからまあその中でもこうみんながこう出場したいっていうふうに思ってくれてね、嬉しいですよね。こんだけ言うと、だって去年と全く違いますよ。一番初めやった時、最高ファイトボリューム0だった時は、イナロクボックスで、それもコロナやったから無観客で0で、まさにだからボリューム0で、お客さんも0 でスポンサー、あの時スポンサーも0やったから、あれ全部こっちやったんじゃん。そう、選手、うん、いや、あの時は自分の名前も最高ファイトクラブっていう名前だったんです、うん、で全部その出場が赤コーナーが最高ファイトクラブの選手、まあ、いわゆるも今までよくある形でやってたんですね。試合数も少ない中 でそこからこう回を重ねていくことに、どん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 最高ファイトがこうボクシング界でみんなにこう知ってもらうことになって、でも今やこう、ね、シーズン2になっていきなりこのサバイバルでもタイトルマッチが3つ入ると、うん、それで出場する地元の数が16個あると。だからみんな皆さんのこうね、こう自分がやる最高ファイトっていうのをスプラットフォーム構想っていうのを掲げてやった時のこうで、皆さんがこうなんていうんですか、そこにこうね賛同していただいて、はい、その皆さんのこうご理解があって今があるんで、これはもう改めて本当この場を借りて皆さんにこうね感謝を、はい、ちょっとね申し上げたいなと思う限りですよね、うん、で最高ファイトに関しては4月16日曜日でやるわけでしょ、うん、次ここは次これがまたこれで、ね、世界タイトルマッチが入ってきたと、うん、なるこれがもう次、さっきはサバイバルはもう出場するジムの数が多いっていうのは、次は出場してる外国人の数が多いと、うん、それはここは世界戦ですよね、うん、他のカードにしてもやっぱり対戦相手は全部外国人が結構多いんですか、うんうん、やっぱこうフィリピンの選手とかタイの選手とかインドの選手とか、うんうん、っていう
こう世界レベルになってきてる感じがしますよね、最高ファイター、まあ、ボクシングならではというのは、うん、まあ、やはり世界一を決めるわけなんで、それは海外からの選手ですごいすごい、ほんまに、うんうん、面白いあの興行になるんじゃないですか、最高ファイトサバイバルと最高ファイトと、うんうん、それぞれの個性が出てますよね、大会としても。そう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 、うん、ちなみにその1日に行われるサバイバルの方なんですけども、うん、あのそれぞれこの注目カード1カードずつ挙げていただくとしたら自分ですか、まず裁判とかで、うん、ああ、うーん、サバイバルね、サバイバル、スルビバル、ね、スルビバルでしょ。うん、まあ見てみたいなと思うのはこの今回、WBO アジアパシフィックの今バンタム級王者、はい、うん、で武藤ジム、武藤ジムです、ね、すごい関西の新戦のジムで、うん、すごい力のあるジムなんです、ここいい選手がすごく多いんですよ、うん、武藤ジム、でそこから今回最高ファイトの、ね、最高ファイトシリーズに出場していただけても、まあ、本当に嬉しい限りなんですけどね。でこの西田選手っていうのが西田選手、うん、WBO アジアパシフィックバンタム級王者、今世界ランカーにも入ってます。バンタム級ですよ。これがもうサバイバルに出ちゃうとすごいですね。うん、この選手今世界ランキングにも入ってて、今このネクストチャンピオンと言われてるんですよ。バンタムですか。バンタムで。で、あの井上チャンピオンが4団体制覇して、それを全部ベルトを返上して、今上にスーパーバンタムに上がったでしょ。そこのところを今4つ今空いたと。まあちょっとずつ決定戦決まっていってるんですけど、そういうところに今後この西田選手は入ってくる。ではない、めちゃくちゃ実力者、うん、だからまあ世界を狙える、はい、世界チャンピオンになれる実力がある、うん、でこの試合がどういう試合をするのかっていうのを見てみたいなと、うんうん、対戦相手はどう、対戦相手は WBO アジアパシフィック の、 そのランキング選手、ああ、じゃあ、うん、スーパーバンタム級なんかこれ1回級上ですよ、どういう試合するかでしょうね、うん、この選手はどっちかというと KO とかっていうよりはうまいんです、テクニシャンです、はい、うん、まさに前に言ってたよね、真剣の切り合いみたいな、うん、こう駆け引きして、あたいって感じですよ。一時はあたい。で、そういう、こう駆け引き、距離取って、多分この、私、この選手もアマチュアキャリアが豊富なんですよ。その距離感がうまい、うん。こう当てさせない。うんうん、この周りの取り方とか、うん。で、そのポイントをしっかり取っていく。うんうん、だから、その、KO っていうのはまた違う。まあ、KO が全てではないから、うんうん、なんだ。そのやっぱこうテクニック、ボクシングってその喧嘩じゃないから、はい、気持ちは喧嘩でいいと思うけど、やっぱこうテクニックあるそのハイレベルな試合っていうのを見ていただきたいですよね。うんうん、まあ、でもそれ以外にも面白いのがありますよ、これ。サバイバルで壮絶な人を演じた坂ちゃん、坂ね、最高ファイトと専属契約を結んだ奈良井選手、もう壮絶な人ですよ、あれはシーズン1の最高ファイトシリーズの中でも、うん、ベストバウトに残るぐらいの、はい、うん、あれは残るでしょう、あれか、まあ、福永と山下健也の試合とかあるんですけど、そうですね、あれのあの人、うん、でも最高ファイトの年間の一番誰が一番いい試合したかベストバウトみたいなのとかも、うん、あ、いいですね、ね、なんかやってみるのがわからないですね、うん、うわー、だからその中でいくとこの坂ちゃうな、坂選手もまた参戦ですね、でもそうそうそう、今回これ今出るんですよ、日本タイトルマッチ、これ指名試合ですよ、これまた相手強いです、ランキング1位ですよ、これだからこれはもう分かん、どっちかつか分からん、これは、うんうん、だいぶ気持ちで戦うタイプですもんね、坂選手も、うん、結構またなんか相手も上り調子だから、うん、だからサッカーは倒される可能性もあるんですよね、倒されるけど、また復活して倒し返すというあれはすごくないですほんでまたもう一個でまたこれタイトルマッチですけど、中島、うん、中島選手、中島サバイバルで、ヒロキングか、うん、ヒロキングとエキシビの結果ね、まあ、対戦相手が減量できなかったということで、はいはいはい、試合がなくなって、はい、エキシビジョンになったんですけど、この中島選手の次タイトルマッチですよ、ここは、うん、これはスーパーウェルター級ですよ、それは難しい階級ですよ、これは正直世界は、でもそうそう熱い選手、そう熱い、そう熱い、ここはやっぱりメイウェザーとか言われてるような階級ですよ、当時はもう昔の選手です、マニーパッキャオとか、マニーパッキャオとか、うん、そういうのいっぱいいます、オスカー・デラホヤとか、ああ、うん、フェリックス・トリニダードとか、うん、うわ、シェーン・モドリーとか、うん、知らないでしょ、いや、オスカー・デラホヤくらいまでは、オスカー・デラホヤまでか、うん、昔で言うとシュガー・レイ・レナーとか、うん、マービン・ハウラーとか、
ハンズ、トーマス・ハンズとかおるんです。そういった選手たちがここでしのぎを削れた階級スーパーバーフライ、あ、ウェルターとかスーパーウェルターっていうのは結構王道な中流、まあ、アメリカで、ね、もうめちゃくちゃです、うん、もうズバ抜けてますよ、もうレベルが日本が踏み出れない階級、出れないんですよ、もうなかなか難しい。でもここで中島選手は今そこ、これまず今回これ日本スーパーウェルター級のタイトルマッチです。あ、日本チャンピオンになってそこから世界の方に行こうかというような試合ですよ。対戦相手のこの加藤選手もやっぱり侮れない、やっぱり日本ランキング2位で、これで高島選手が1位やから、1位2位の決定戦やから、これはまあこれもどっちかつかわからん、難しい、ほんまに難しい。てかもうこれタイトルマッチはわからん、わからん、みんな強いもん、そういうもん同士の戦いやから、うん、でもこの、その中島選手っていうのは前回も出場をねしていただいたんで、この試合終わったらこれチャンピオンになったらあのリングネームをつけようかとかっていう話しとったんですよ。ああ言ってたな、でキットや、山本キットさんが好きやと、好きだった、はい、ここにこうキスマークを入れてるんですよ、はいはいはい、首に、はい、あの会見で言ってました、タツー入れてるんです、タツー、タツーね、タツー入れてるのがめっちゃいいって、うん、これやっぱりキットさんが好きやっていうことで、うん、これで勝てば、うん、この男は中島レイから中島キットレイになると、うん、日本チャンピオンしたいと、さあ果たしてチャンピオンになることができるのか、うん、はい、これはわからない、この試合は。なんか面白い試合ばっかりですよ、これ、ほんまに。で、ヒロキングもあるんでしょ、これ。で、宮崎。ほんで、宮崎おるでしょ。ほんで、これで、まあ、この前サバイバル出た、火消しボクサー。消化しな。え、これ、火消し、火消し。火消しな。火消し強いよ、火消し。いいボクサーやな。うん。火消し結構強い。いい勝ち方してた。この前もいい試合してた。火消しが完全叩き上げ。そうですね、引き、うん、まあ、しはめちゃくちゃ叩き上げ、引き、ね、うん、しもこれまた相手がランに日本ランカ対決やから、これ引き、うん、これも結構ハードなマッチメイクやね、これ。これも分からんわ、どっちかつか JB やん、ランキング7位と8位山下やん、うん、山下君が所属する JB スポーツやから、これもどっちかつか分からん、山田さんやん、うん、ランカ対決、もうこれこうすごいな、これもうカード、うん、好カードばっかりやん。ボクシングファンだら、これは絶対にボクシングマニアの人とかやったら絶対興奮する、興奮して多分勃起して多分ファスナー突き破ると思う。あ、そこまで言っちゃいました、うん、ほんまに、え、ほんま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 絶対勃起するよ、うん、ファスナー突き破るとあちーん反り上がってるー言うような感じで、ほんまにこれだけの高カードが、そう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 、高カードもう目白押し、いや俺もこれ見てて思ったらもうすごいカードやなと思って、ちょっと勃起してきます、ちょっと元気ないな、ちょっと元気ない、そうですか、ちょっと鍛えなかったな、じゃあ次16日、16日がこれ最高ファイト、サバイバルで勝ち上がっていい試合した人間は最高ファイトに出場するっていう風なコンセプトでもあるんで、さあ東京殴り込みですよ、進撃の巨人、え、勇気あるよ、勇気ある、これも誰がマッチ、これは誰が、今度すごいマッチメイクや、篠原はでもほんまに、あ、麦茶おるやん、麦茶、麦茶おるまで、もう次だ、日本タイトルマッチ多分いると思いますよ、これ勝ったら、うん、でも相手これフィリピンの選手強いですよ、何やってんねんこいつら銀次郎と次この雄大と兄弟ダブル世界戦、ダブル挑戦ですよ、これ世界初です、これでチャンピオン誕生したらえぐいことになりますよ、いやーすごい話ですね、うん、だって雄大って今成績多分6戦ぐらい、そう全然6戦6勝、あい40戦ですよ、熊本のも星ですよ、でその熊本の地震かなんかがあったら、あ、その日が4月16日だ、その日に兄弟でチャンピオン誕生したら、おお、いやでもすごいカードになったな、このサバイバルも、うん、もうシーズン1の立ち上げした時に比べると、ほんまにカード数もこんだけ増えて、出場ジムの数が16ですよ、本当にもうね、何度も言いますけど本当感謝しかないですよね、うん、でサバイバルもね、いいカードがこれだけまあ揃ってきたんで、どの試合もどっちが勝つかわからない、でタイトルマッチ3つ入ってます、これはボクシングファンの人は、まあ、このボクシングファンの人がこの YouTube 見てるのか俺分からへんけど、ボクシングファンの人は言うときますよ、絶対に興奮する、ほんでフルボッキでファスナー突き破る、反り上がってる、まあとりあえずね、今日はこれで OK ですか、もうほんまに何回も言うけどコメントちゃんと書かなあかんと思うのよ、マジでほんまに
だから特にこのサバイバルとかやったら、でも書きどころいっぱいあると思う。例えばサバイバルで今後こんな、選手の試合が見てみたいとか、あるじゃないですか。こんなんこういうカードが見たいとか。皆さんの声を聞きながら街ベイク。そう、そのまま参考にしていかないと。うん、村だけではやっぱこう限界がありますよ、発想にも。こういう選手同士やったらいいなとかっていうのも、あくまで自分らで考えるよりも見てる人たちの方が絶対詳しいから、いや逆に教えてほしいですよね。この選手とこの選手の試合が見たいとか、そういうのがあったら嬉しいな、それぐらいはちょっと書いてくれると、ほんまにちょっときついな、マジで。いいですか、よし、ほんなら